こんにちは、デリッシュキッチンです。札幌一番で氷あえ麺、チョレギ風混ぜ麺のご紹介です。ミニトマト2個は4等分に切ります。ボウルに添付の粉末スープ1袋、水 50cc、 酢大さじ1/2、ごま油小さじ1を入れて混ぜ、塩だれを作ります。札幌一番塩ラーメン1袋を用意し、沸騰したお湯に入れ、表記の時間より1分長く茹でましょう。冷水で洗って水気を切ります。塩だれに入れ、氷5、6個を加えます。麺と氷をよく和えてキンキンに冷やしましょう。器に麺を盛り付けます。残った塩だれにツナ缶1缶、レタス1枚をちぎり入れ、ミニトマトを加えて混ぜ合わせます。あえたタレも一緒に器に盛り付け、韓国のり2枚をちぎってのせ、添付の切りごま1袋、温泉卵1個、糸唐辛子少々をのせたら完成です。今年の夏は氷で札幌一番、ぜひお試しください。